こんにちは、かおるんです。本日はオーディオテクニカからめちゃめちゃ可愛らしいイヤホンがね登場しましたので、こちらをねバッチリレビューしていきたいと思いますよ。それがこちらです。ドン！オーディオテクニカの ATH-SQ1TW2 でございます。イエイ！今回はね2ということで、実はね1があります。この1ね、実はめちゃめちゃね売れたんですよね。他にはないね、スクエア型っていうね、四角いデザインを採用しておりまして、そしてカラーバリエーションも豊富。さらにはサイズもね、とてもちっちゃくて、そしてね、コスパもいいっていうね、とてもいいね、製品でございました。僕ね、これ持ってないんですけれども、今回の2は前回の1の良さをそのままに、周りをね、一回りさらに小さくして、コンパクト、そしてね、さらなる軽量化に実現しました。さらに機能もね、いろいろ入っておりまして、そこがね、前回の1と比べてどこら辺が良くなったんですかっていうのをね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。そしてね、このカオルンチャンネル、音楽系のね、動画をやっております。自分がね、歌好きなので歌ってみた弾き語り、あとはね、ギターのレッスン動画、そしてね、このイヤホンのガジェット系も大好きなのでやっております。よかったらね、1000人を目指してね、コツコツやっておりますので、よかったよっていう方はね、チャンネル登録だけでもしてってください。それではね、一緒に基本スペックから見ていきましょう。どうぞ！はい、基本スペックから見ていきましょう。まず値段ですね。今回の2は1万780円というところで、前回の1がね、約6930円、7000円ぐらいだったので、3000円ぐらいね、アップしちゃってますね。まあこれはね、値上がりのね、世の中なので、しょうがないと思いますし、まあ機能もね、たくさんありますので、まあ1万円ぐらいでね、買えるイヤホンっていうね、比較せずにね、見た時にはね、コスパがいいので、まあしょうがないかなっていう感じですね。ただね、こっからはね、結構いいことね、たくさん言ってますよ。まず重さが 5.2g だった1から 4g になりました。まあ 4g だったらね、もう本当にね、プチトマト1個分ぐらいかな。そのぐらいなので、もうつけてるかわかんないぐらいのね、本当に軽いイヤホンでございます。次にカラーがね、6種類あります。まあね、今写真で写ってる通りね、いろいろあるんですけれども、ちょっとね、面白いデザインですよね。こう、ポップな感じ、可愛さっていうものをね、兼ねながら、こうね、メタリックなね、メカニックな感じもするので、こう、近未来にありそうなイヤホンっていうかね、そんな感じの面白い感じになっております。続いて、低遅延モードを搭載。こちらね、ゲームとか、あとは動画を遅延なくね、できますよ、見れますよっていうところになりますね。これはね、1と同じ機能でございます。ただ、こっから紹介するこれ以降の機能はね、1にはないね、新しい機能になりますので、見ていきましょう。続いて、プライベートタイマー機能といって、まあ正直目覚ましの機能がね、入っているだけなんですけれども、これがね、面白いんですよね。普通ね、イヤホンしてても、携帯側でね、こう目覚ましを設定してると、携帯からね、鳴っちゃうんですよね。ただね、自分のイヤホンでね、こう周りに聞こえたくないから鳴らしたいとかね、気づきやすいっていうのがね、あるじゃないですか。今回はね、アプリにね、そのね、タイマーの機能がね、入っておりますので、そちらをね、使ってもらえれば、まあ耳栓代わりとかね、して、そしてね、タイマーが鳴って、自分の耳で聞こえるっていうね、ちょっとね、面白い機能になります。連続再生時間は本体が 6.5 時間、ケース込みで20時間となっています。まあ十分ですね。ワイヤレス充電にも対応しております。IPX はね、5ぐらいというところで、まあ多少の汗とか雨ぐらいだったら全然大丈夫です。あとはオーディオテクニカの専用アプリコネクトにもね対応しております。こちらねカスタム EQ はできないんですけれども、あらかじめねいくつか提示された EQ の中から選択できたりとか、あとはキー操作割り当て、さらにはね面白い機能もねいろいろ入っておりますので、こちらね後で一緒に見ていきましょう。さあズームしてね一緒に見ていきますよ。まずねケース周りですね。こちらね面白いですよね。やっぱりこう、ポップなデザインだけれども、ちょっとメカニックなね、感じもして、近未来のね、遊園地のような感じでございます。でね、面白いのが、このね、イヤホン本体がね、こう、L と R がね、透けて見えてるんですよね。これ面白いですよね。こう、1万円ぐらいのね、コスパのいいイヤホンをね、作るためにはね、なるべく効率のね、いいところはね、こう、ちゃんと取り組んでいかなくちゃいけないっていうのがね、あるので、これはね、面白いアイデアだなと思いました。とてもね、いいと思います。
そしてね、開けるとこんな感じですね。こう L と R がね、こう光ってるのがね、面白いですよね。見やすいかと思います。外すと、こう白、ネイビー色、赤色のね、こう組み合わせになってますよね。もうね、何回も言いますけれども、デザインがね、こう近未来の遊園地のようなね、可愛いけどね、メカニックなね、デザインとなっております。もうね、個人的にはね、めっちゃ大好きです。はめてる時もね、またね、一風違ったデザインなのでね、面白いですよね。なので、こう取り出した本体だけの時と、こうね、ケースには閉まってるけど、蓋が開いてる状態、あとはね、蓋が閉まってる状態。これのね、三つがね、いろいろなね、こう感じで見れるので、こう飽きなくてね、本当にね、デザイン性は素晴らしいなと思いました。さあ、つけるとね、こんな感じになりますよ。非常にね、ポップで可愛らしいというところで、私服にもね、もちろん合いますし、あとはね、スーツのね、一個のアクセントとしてね、こう仕事とか使ってもらっても全然ね、いいかと思います。ただちょっとね、残念だったのが、イヤーピースがね、硬いっていうのと、あとはね、イヤホンがね、四角いので、ちょっとね、角っこがね、当たるんですよね。ここがね、ちょっとだけ残念だった。つけててね、少し痛いかなって感じでございます。じゃあ、続いてね、肝心の音質見ていきましょう。結論から言いますと、少しね、こもった感じがありました。低音がね、ちょっと強めに効いてるかなっていう感じなんですけれども、まあ、これに加えてね、そのね、低音がね、強めなんですけれども、ちょっとね、遠くにあるような、こもったようなね、感じでございました。まあ、1万円だったらね、こんぐらいしょうがないのかなって思ったんですけれども、実はね、後でアプリで、まあ出てくるんですけれども、EQ 選択がね、ありまして、そちらでね、ボーカルモードっていうのをね、選んでもらえると、結構ね、いろんな音ね、明瞭に聞こえるようになりました。僕はね、基本的に歌物をね、聞くんですけれども、周りの伴奏もね、よりクリアになりましたし、よりね、ボーカルが、まあ、主張しすぎない程度にね、前に、メインになるようなね、そういう音になったので、まあ、これをね、オンにしてればね、十分ね、他のイヤホンとね、まあ、1枚の中でもね、いい感じになるかなと思います。あとはね、ノイキャンがね、あってくれればよかったんですけどね、まあなかなか1枚じゃ難しいですよね。もちろんあるものはあるけど、他にいっぱい機能あるんで、これでね、ノイキャン入ってくれたらね、より良かったかなって感じでしたね。ただ、ノイキャンなくても、まあある程度ね、こう痛い分ね、閉塞感はすごい、ちゃんと密着感はあるので、周りの音はね、あんまり気にならないかなって感じでございました。じゃあね、アプリ見ていきますか。今回はオーディオテクニカなので選択してください。そしてね、今僕はね、もうすでに読み込んでいるので出てきました。イヤホンはね、自分の色になっております。こちらのね、矢印選択するとオーディオっていう欄とシステムっていう欄があるので、これがね、このアプリでできるすべてになります。まあね、たくさんあるので、今日はね、かいつまんでやっていきましょう。まずはボリュームステップを押してもらえると、まあ、今32ステップってなってますけれど、16ステップ、携帯に合わせたね、16ステップ、あとはね、64ステップっていうね、まあ、細かく自分でね、好きな音量どんぐらい調整したいですかっていうのがね、設定できるようになっています。次に、アンビエンスコントロール。こちらがね、こう、周りの音を取り込んで、人とね、話せますよっていう機能になります。こちらはね、音楽をね、こう、聞きながら、音楽の音量をね、出しながらっていうのはできなくて、多分ね、音楽自体はね、ガツンとね、聞こえなくなるかなっていう感じでございます。逆にね、音楽を聞きながら周りもね、音を取り込んでおきたい、ながら聞きをしたいんだという方はですね、このトークスルーがあるので、こちらでね、まあ、どのタイプの音を取り込みますか、人の声だけですか、周りの音もね、一緒に取り込みますかっていうね、ナチュラルとストロングを選んでもらって、まあ僕はね、ナチュラルがね、もう人の声だけでね、十分なのでいいかなっていうところと、あとはね、トークスルー中の音楽再生音量、まあどんぐらいの音楽をね、再生しますかっていうのがね、選べるので、まあこれ、小音にしちゃうと多分ね、さっきのヒアスルーと一緒になっちゃうんですけれども、まあ選べますよっていうところですね。あとはイコライザー。こちらがバスブースト、ダイナミック、ボーカル、クリアがね、選べます。僕はね、ボーカルがいいかなっていう感じですね。あとは低遅延モード、そして左右のね、バランス調整、音をね、右だけ大きくしたいとかできますね。あとはね、電話中のサイドトーン。こちらがね、今、オンになりっぱなしだったら、まあ電話中もね、オンになりっぱなしっていうところで、あとでね、サイドトーンどんな感じかね、通話で皆さんにお伝えしていきます。そしてシステムの方に行って、キーアサイン。こちらがですね、選べるのが、この2秒長押しのね、機能しか選べないんですよね。この2秒長押しが、まあいろいろね、どれにしますかっていうね、機能を選べるんですけれども、
他がねいじれないんですよね。これがねもうちょっと欲しかったかな。ちょっとねキー浅いんでね、できるカスタマイズの機能がね少なすぎる。次にタッチセンサーですね。こちらビクターでもねちょこっと紹介しましたけれども、まあタッチセンサーのね感度をね変えられるっていうのと、あとタッチセンサー自体をね無効にしてしまうロックっていうね機能があります。まあワイヤレスイヤホンねこう結構横触っちゃうっていう方はね結構有効かもしれません。続いてさっきねちょこっとお話ししましたけれども、プライベートタイマー機能、こちらがねありますね。今何もセットされてないですけれども、まあタイマーをね例えば1時間00分後にねセットして、でねアラームもね3つ選べるので、まあねとりあえず1番にしといて、スタートするとこうやってねタイマーが始まって、で1時間経過したらね自分のイヤホンから音が聞こえるっていうね便利な機能になります。でね何個かねこのプラスを押していけばね、こういろいろね設定、いろいろねプリセットでね作っておくことができますし、消したい時はねこうやってねスライドすれば簡単にね消せますね。はい、こんな感じです。あとは最後にね音声ガイダンスって言って、まあね流れる音声ガイダンスを日本語かね英語かね選べるっていうのもね、これもねちょっと面白いですよね。こちらがね ATH-SQ1TW2 で話しているマイクの音声になります。どうでしょうか、ちゃんと聞こえていますでしょうか。結構ねこうサイドトーンも聞いてるので自分のね音が明瞭にね聞こえてきます。そしてね周りの音っていうのはねほとんど入ってこないので、結構話していてスッキリするかもしれません。なんかこうイヤホンをしていない時のね感じにだいぶ近づいてるね、結構いい性能でございます。はい、ということで今回はオーディオテクニカさんのめちゃめちゃ売れた ATH-SQ1TW、 こちらのね第2世代モデルを紹介していきました。皆さんねいかがだったでしょうか。まあ最初にお話しした通り1と比べて、まあ値段はちょっとね上がっちゃいましたけれども、機能はねたくさん増えましたし、あとはねこう小型になったっていうところもね良かったですよね。よりね使いやすくなったと思います。音はねまあ普通ぐらいなんですけれども、まあ音自体はね聞ければいいよっていう方はですね、機能はね本当にね他の1万円のイヤホン、僕が紹介しておりますビクター HA-A30T とか、あとはねアンカーのスペース A40 と比べてもね本当に機能多いので、まあ1万円ぐらいで欲しいとか、あとはねこれからワイヤレスイヤホンをねデビューするんだっていう方はですね、これをね使ってみると、まあねワイヤレスイヤホンの機能がねいろいろね知れるので面白いっていうところがね本当にねこの醍醐味かなと思いました。よかったらね今回のオーテクのイヤホンのね詳しい製品情報スペックをですね下の概要欄に貼っておきますので、ぜひねチェックしてみてください。ということで今回もカオルの動画ご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよとね思ってくださった方、よかったらねチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。カオルのチャンネル、チャンネル登録者1000人をね目指してね本当にねコツコツですけど頑張っておりますので、よかったらね皆さん応援してください、お願いします。それではまた次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれて今日もありがとう。バイバイ。